口直人君。はい、坂口君。日本維新の会の坂口直人でございます。私たち日本維新の会は、自立する個人、自立する地域、そして自立する国家の実現を唱えております。 TPP のへの交渉参加によって、これらの我々の理念を確かなものにする、その上で総理のこの交渉参加に向けての戦略と覚悟、そして責任の取り方について、今日は質問をさせていただきたいと思います。私が聞きたい大きなテーマは2つございます。一つは、先ほど自立と申し上げましたが、アメリカからの自立をいかに実現をするか。 TPP という多国間の交渉の中で、アメリカに対していかに主張して、そして日本の国益を勝ち取っていくか、これがまず一つです。そして同時に、 TPP への参加によって、日本だから国際社会に貢献できるその価値をいかに最大化するか、いかに国際社会の信頼を得るための戦略を、ここに反映をさせていくか、この2点について、本質的な部分お聞きをしたいと思いますので、できる限り総理にお答えをいただきたいと思います。さて、まずこの TPP 交渉への参加を決断されたこと、これは、この点については心から敬意を表します。自民党内部にも大変に大きな激烈な反対があり、非常に厳しい道のりであったと思います。しかし、ここからの交渉はさらに厳しいものになると思います。今日も何度も議論はあったと思いますが、私はこの TPP 交渉に参加するという中で、公正な競争条件の放棄、これがあってはいけないと思います。ただ実際にこのプロセスで、すでにアメリカに対する大きな譲歩する要因を作っているように私には思えてなりません。聖域なき関税撤廃を前提とする限りは反対、この言葉を聞いて多くの方々は、自民党は TPP 交渉参加に反対するんだなと思ったと思います。しかし、何のための事前協議なのか、これはどんな聖域を作るか議論するためなんですから、最初からあった聖域を交渉して勝ち取ったように見せる、この手法、これは政治手法としては優れているかもしれませんが、納得できない、こう思っている方も多いんじゃないでしょうか。オバマ大統領はアメリカにおいて雇用を増やすことが大統領選挙の公約でした。ですから、とにかく日本には参加をしてほしかった。もともと交渉カードはこちらにあったわけですから、逆に聖域を獲得することの難しさを演出したことで足元を見られてしまった。国内では聖域を守ったように説明できても、アメリカに対しては、日本にとって最強の輸出品目である自動車において公正な競争条件の覚悟を放棄するという、とんでもない譲歩からスタートしなければいけない、このようになっているように私には思います。今 WBC が開催されていますが、なぜ予選の段階で4番バッターを引っ込めるような戦いをするのか、自動車の関税の撤廃、そして日本の安全基準を守る、これは絶対に譲ってはいけないと思います。ここに戦略があるなら、総理ぜひご説明をいただきたいと思います。甘利 TPP 担当大臣。必要に応じて総理からもご答弁があるかと思いますが、担当大臣として先に答弁をさせていただきます。日米首脳会談で文書としていくつかの項目が確認をされました。これは実はそう簡単ではなかったやり取りであります。総理は相当な決意を持って、相当そのタフなネゴシエーションをしてですね、そして文書を作り上げることができたんだと思います。ということは、向こうにとってみればですね、
ああいう文書はない方なきゃって済めばない方がいいと思ったはずです。だからこそ、そう簡単にことはなせなかったわけであります。でそこで具体的に日米のトップがですね、トップの責任として文書で確認したっていうのはどんなことをその言おうともですね、いや我々は分かっていたとか我々もそうだったとかどう言おうと文書で両国首脳が確認できたということの大きさを超えることはできないんだと思うんですね。でそういうことが一つあります。それから我々はですね白地で交渉を担当したわけではありません。政権を担当して2ヶ月強で、安倍総理は決断をしたわけであります。それはもうそのタイムリミットが迫っている、つまり、日本の国益をしっかり守りながら世界益といいますかですね、関係者のみんながウィンウィンの関係になっていくということでですね、我々が主張できる時間、残されている時間がもうかなり少なくなっているということで決断をされました。ということは今までのその経緯が白紙で我々は担当したわけじゃなくて、今まで過去2年間前政権でですね、交渉に前向きに取り組んでいくんだということを宣言されて、それ以降、まあ、いろいろなですね、水面下の交渉はあってきたはずなんであります。で、それを受けて今度は我々がそこからスタートしなきゃなんないということでありますからですね、今までの経緯は全部なしねというわけにもなかなかいかんのだろうと思います。そういうもろもろのことを含めてですね、そこからいかに国益を最大限にしていくかという交渉が始まるわけでありますから、その辺の事情はですね、ご理解をいただきたいと思います。坂口直人君。確かに交渉の内部で、まあ、いろいろな葛藤があるんだと思います。しかしアメリカとは二国間協議においては腕力で負けるかもしれない。しかしだからこそ多国間の交渉をする、多くの国々と協力をして、これまでの二国間交渉では勝ち取ることができなかったものを勝ち取っていくのが、私は TPP に参加する意義だと思います。まあ、米国は日本が輸出する際の乗用車 2.5%、 またトラック 25% の関税撤廃の猶予をまあ求めている。しかし一方で日本はアメリカそして海外からの輸入に関税をかけていない。これはまさに不平等だと思います。このあたりを何としてもなくしていくことが TPP に参加する意義であるとすれば、最初の段階でここを譲歩する、ここは何としても頑張ってほしいと私も思いますし、多くの日本国民も思っているんではないでしょうか。これでは強い日本とは言えないんじゃないか、まあ、こういった懸念を持つわけですが、総理どのようなお考えでしょうか。安倍内閣総理大臣。まあ、交渉ですからね、まあ、こちらが、取りたいものは全部取れて、守りたいものは全部守れれば、まあ、それはそれに越したことがないわけでありますが、それぞれの国が自分の国の国益を最大化しようとしてぶつかり合っているのが、まあ、経済交渉で、ございます。まあ、その中で、ただいま甘利大臣からご説明をさせていただきましたように、まあ、すでに2年という月日が経過している中において、日本側にも残されている時間はないというところでの決断はしなければいけない。これで決断をしなければですね、基本的にはある意味においてはもっと不利になっていくわけでございまして、どんどんこれはさまざまなルール、話し合いが進んでいってしまいますから、後から入っていってそこはもう変えられないという中にあってですね、むしろ入っていくハードルは上がるわけでございます。まあ、そこで、まあ、この中においてですね、もう3月しかないということで、そして2月の首脳会談において、まあ、なんとか我々はこの農業のセンシティビティということについて認めさせることが文書でですね、首脳間のにおける文書の、において、この我々が正規と考えている分野において、認めさせることができたと思います。もちろん、委員がおっしゃるように、工業製品、特に、まあ、自動車は日本は、その生産力生産性高いわけで、あります。
そのいわばいかにこの強い自動車においてですね、我々が獲得できるかということもまさに大きなポイントでございますが、それはずっと今まで交渉している中においての我々が受け継いで交渉していくわけでございますが、そこにおいてはまずはこのこういう問題について交渉していきますよということについて確認するということを文書に書き取ったわけでございまして、現在も交渉は継続中でございますが、全体として、TPP 全体としてですね、とにかく最善の道を求めていきたいと、このように思っております。坂口直人君。これから TPP の参加交渉に臨むということで、すでにある種のハンデがあるという厳しい状況であること、それは理解をいたしました。すでに決まった約束ごとを覆すのは難しい。これは2011年に遅れて参加を表明したカナダ、メキシコなども交渉を打ち切る権利は9カ国のみにある。すでに現在の3カ国で合意した条文は原則として受け入れ、再交渉は要求できないなどの厳しい参加条件を言い渡されております。この点についてはですね、総理がオバマ大統領と日米首脳会談をされたときには、必ずしも明快にアナウンスされていなかった3月の7日から10日前後に、徐々に明らかになってきたという認識を私は持っているんですが、私が懸念するのはですね、こういったハンデがある中でどのように正規を守っていくのか。交渉力で守るとおっしゃっていますが、何を根拠に交渉力と言っておられるのか、この点についてぜひお聞かせを、考えをお聞かせいただきたいと思います。 DPP 担当大臣。メキシコ、カナダで、どういうその、に対してどういう文書か念書か知りませんけれども出されたかというのは関係国は一切明らかにしておりません。ただ現時点で日本にその種のものが来ているかといえばこれはありません。そして交渉でありますから、もちろんやってみなければわからないという点は当然ありますけれども、マルチのいいところは、私も WTO の会議に、大臣としていろんな場面に参加をしました。少数国会合で10日間、会議室に缶詰で大臣だけで、やったっていう経験もあります。そういう経験から申し上げますと、マルチの良さっていうのは全部が利害関係一致してないんであります。この部分はここと共闘できるし、こっちの部分はあっちとだっていうこともありますから、そこのマルチの場でですね、バイの場とは違ったですね、交渉術っていうのが展開できるんだと思います。で、おそらくすでに参加している国々の中にはですね、日本にぜひ入ってもらいたいと。それは世界経済で3番目の規模の日本が入ってきて、自分たちと共闘できるところは共闘できるんじゃないかと、そういう期待感があろうからだと思います。あらゆる、マルチの場面での交渉術を駆使してですね、国益の最大化を図っていきたいというふうに思っております。坂口直人君。交渉における力の源泉になりうる大きな要素は、私はインテリジェンスだと思います。先方がどのようなチームで交渉に臨んでくるのか、また彼らがどういった力を持っているのか、過去に交渉の中で何を要求し、どのような戦術で要求を実現してきたのかというようなこと、これをですね、あらかじめ我々がしっかりと把握をして臨んでいく、これは絶対に必要だと思います。で、安倍総理もですね、この日本のインテリジェンス機能をもっと高めなくてはいけないという意識は共有していらっしゃると思いますが、この重要な交渉、本当に日本の将来を決めるであろう TPP 交渉に臨むにあたっての、このこちら側のインテリジェンス体制、これはどうなっているのか、そして実際に先方に対する情報をどの程度収集して、そして分析できているのか、この点ぜひ
お聞かせをいただきたいと思います。甘利 TPP 担当大臣。TPP 交渉はその他の交渉、例えばWTO 交渉と比べてですね、かなり出資義務というか、これがきつくかかっております。ということは、外側にいるとほとんど情報が取れないと。で、参加表明をし、そして、交渉参加が認められるに従ってですね、アクセスの密度が濃くなれるということでありますでありますから、我々は交渉 この参加表明から参加への了解に向かっていく段階でですね、少しずつ情報の扉が開かれていくと思います。関係各国とですね、もちろん日本にシンパシーを感じている国がたくさんあるわけでありますから、もう声明をしたわけでありますから、態度が明らかでないときよりは少し前へ進んできたと思います。その交渉に参加する進展度合いの進化に従ってですね、濃度濃い情報が集められると思います。その体制をしっかり組んでやっていきたいと思います。主要閣僚会議は総理が直ちに設置をされました。まもなくその事務方の強力なチームを編成をしたいと思っております。強力な布陣を敷いてですね、しっかりとした情報が取れるように、そしてその分析に従って国益を最大化できるように全力で取り組んでいきたいと思っております。坂口直人君。今答弁を聞いていて、正直ちょっと私不安を感じるんです。これから情報が取れるであろうというような、期待も込めたお答えだったように私には思えたんですが、しかし現時点で TPP 交渉に参加するのであれば、相当したたかにもう情報の収集と分析ができていなければいけないんじゃないかと思います。また実際に交渉に当たるのは、これは政府の方々中心だと思いますが、ありとあらゆるやはりネットワークを通して、これまで発表された情報のみならず、先方がどのような戦略で来るかということをですね、しっかりと収集をして分析をする、やはりオールジャパンのチームを作っていく、これが必要だと思うんですが、総理、この点についてはどうお考えでしょうか。安倍内閣総理大臣。経済交渉においてもですね、情報収集力が極めて重要であります。米国も多くの国々もですね、情報機関がございますが、そうした情報機関も時には活用して経済交渉にその情報を分析し使うことがございます。日本にはですね、米国の CIA とかですね、英国の MI6 のようなああいうさまざまなオペレーションをやるような情報機関はございませんが、しかしそんな中においてもですね、日本のできる最大限の情報収集はしているわけでございますが、今坂口委員のおっしゃったですね、問題意識を持ちながら、これはもちろん政府だけではなくて、議員がですね、海外に行って、そして多くの国々の議員と、接触する中において、取ってくる情報という中にも、有効な情報もあるわけでありますし、事実、WTO 交渉においてはですね、自民党の農林水産関係の議員が、海外に出て行ってですね、相当情報を取ってきたこともございます。そういういわば総合力をですね、今度のこの TPP 交渉には活用しなければならないだろうと、このように思うわけでございますので、これは党派を超えてぜひご協力をいただきたいと思います。坂口直人君。委員長、まさにこの点については党派を超えてオールジャパンで対応していかなければいけないと私も問題意識を共有しております。さて、具体的な交渉分野についてさらにお聞きしたいんですが、知的財産分野においては医療品や治療方法などの特許権を強化して輸入拡大を図っていく、これは米国の大きな戦略でございます。で、米国はですね、日本に対して出願から20年と定められた特許の保護期間を販売から20年に変えていく、このような戦略で来ていると、このように聞いております。
まあ、出願してから販売するまで大体10年前後かかるということですから、特許期間が終わった後に有効成分で作る日本のジェネリック医薬品の使用については、これは医療費を抑える切り札でありながら、この期間が延びることによって、医療費を抑えるという戦略が、まあ、機能しなくなる可能性がございます。国民皆保険制度、これは必ず守ると先ほどから、総理強調していらっしゃいますが、このような別の分野で、しっかりと我々の要求が認められなければ、結局国民皆保険が崩れてしまうような状況が生まれてしまうかもしれない。私はこの特許に関して、我々国民皆保険を守る観点でも相当なですね、戦略を持って臨まなければいけないと思っていますが、この点についてのお考え、総理お願いします。TPP 担当大臣。まあ、知財につきましては日本側も非常に関心の高いところでございます。実は、小泉内閣の時に知財戦略本部というのができました。それは私が党の知財戦略が必要だということで調査会を立ち上げまして申し入れをしまして、それ以来政府に官邸に戦略本部ができて知財戦略というのが進んできたという経緯があります。そういう点で非常に我が国としても関心の高いところでございます。模倣品や海賊版をこの世界から駆逐するというのは戦略上の目標でもありますし、それから特許やをはじめとする知財のしっかりとして管理、国際標準についてもですね、日本が知財先進国としてしっかりリードしていかなきゃならないというふうに思っております。一国の一方的なですね、主張が通らないというのがマルチの場でありますから、正論をきちっと論陣を張ってですね、仲間を増やし、しっかりとした知財管理ができるようにしていきたいというふうに思っております。坂口直人君。ありがとうございます。最初にですね、日本が提供できる価値について、これを TPP を通して実現していくという私のテーマについてお話をしましたが、この点についても議論をしたいと思います。今後アジアのインフラ需要は10年間で600兆円を超えるとも言われております。その上で大きなライバル、これは中国ですね。まあ、港湾施設を作る、あるいは高速鉄道、道路、上下水道などインフラ整備をしていく上で、中国はおそらく非常に安いコストでスピード感を持ってさまざまな国に提供できる体制を整えている。で、一方でじゃあ日本は何をもって中国と対峙していくかというと、これはですね、本当のその国の国民にとって幸せにつながるような、希望の制度をパッケージで提供していくことではないかと思います。具体的には人材の教育ですとか、あるいは法整備支援、また環境技術をパッケージで提供していく、そういった取り組みを通して民主化に貢献をしていく、このことが結局は日本がそういったインフラの輸出に関して中国その他の国に勝っていく土台を作ることにつながっていくと思います。私は TPP によってこれらを加速して、同時に日本だから提供できる価値をしっかりと提供していく、そういった戦略、これをぜひパッケージで展開をしていただきたいと思うんですが、この点について総理お考え伺いたいと思います。甘利 TPP 担当大臣。中国へのインフラと TPP の関係、これから TPP が中国も含んでですね、いわゆるそのアジア太平洋地域の経済協力、経済連携に、どうつながっていくか、これはTPP は最終着地点ではなくて、その最終着地点は FTAP というのは、これは与野党共通の認識だというふうに思っております。そういう中で、TPP が FTAP のルール、ある種そのいろんなシステムの
叩き台といいますか土台になっていく可能性があるからこそ総理はそれもあって決断をされたわけであります。適切なルール、日本はインフラに関しては単にインフラ自身の優秀性もさることながらオペレーションに関してですね、パッケージで全部輸出することができるわけであります。その中には安全安心ということが極めて大事な要素に入ってくるわけであります。ハードもソフトもシステムもオペレーションも含めてですね、いいシステムが将来輸出できるようにですね、日本は技術的にもあるいはオペレーションでも頑張りたいと思いますし、TPP を通じてその種のですね、ある種のルール、リーズナブルな適切なルールができるということも期待をさせていただきます。坂口直人君。この点についてはまさに日本だから提供できる価値であるという意識で、ぜひ戦略的に展開をしていっていただきたいと思います。さて、4月13日にアウン・サン・スー・チーさんが来日をされます。私は実はこのスー・チーさん側と連絡を取ってですね、国会議員の方々との面談の機会を何とか作りたいと思っています。で、先方がおっしゃるには、今回は特に苦しい時にお世話になった方々と会いたい、今議員でない方も含めて、彼女が軟禁状態にある時から支えてくれた方々にぜひ会ってお礼を言いたいと、このようなことをおっしゃっています。昨年の1月の9日、私ミャンマーでアウン・サン・スー・チーさんに会っていました。で、まさにその時に今私が申し上げた希望の制度の輸出と、そして同時にインフラの輸出、これをどのように組み合わせて、そして民主化の進展に寄与できるのか、このような議論をさせていただきました。ちょうど同じ時期に安倍総理もミャンマーに行ってらっしゃったと思いますが、スー・チー氏にはお会いになったんでしょうか。安倍内閣総理大臣。ミャンマーを訪問した目的がですね、アジアの子どもたちに学校を作る会、において、ミャンマーを訪問しまして、そして、その竣工式、に参りましたので、これはヤンゴンからですね、7時間ぐらい車で、道なき道を行かなければいけない場所に学校を作ったという関係上ですね、あまり時間がなかったものでありますから、スー・チーさんにですね、お目にかかりたいという要望は出したんですが、時間がうまく合わなかったということで、あります。セイン大統領とはですね、会談をいたしました。坂口直人君。私がアウン・サン・スー・チーさんと会ったときには、民主化支援をしてくださる方々とはぜひ意見交換をしたいとおっしゃっていました。元総理で、大変に、将来、有望な、有望という言い方はちょっと失礼かもしれませんが、安倍総理が、この時にですね、お会いにならなかったというのは、ちょっと残念だなというふうに私は考えております。さて、 TPP を通して日本の国益を最大化すると同時に人類益、そして地球益、これを最大化する、これを同時に実現していくのがやはり誇りある日本としての使命であると思います。実はですね、私今から20年前ちょうど安倍総理がまだ国会議員になる前、初めての選挙に臨まれる時期であったと思いますが、カンボジアにおいて、平和構築のボランティアをしておりました。で、ちょうどですね、その時に私のルームメイトで、一緒に活動していた人が、中田敦人さんという方でございました。ご存知かもしれませんが、国連ボランティアの同僚として、一緒に活動しているときに銃撃をされて、命を落とした青年でございます。で、この4月8日が、彼の命日、20回目の命日になるんですね。で、ルームメイトですからお互い部屋で話をしていたときに、お互いなんで安定した生活を捨ててまでカンボジアに来たのかというような話をよくしました。彼の答えがですね、どんなにリスクがあっても誰かがやらなければいけないことがあるのであれば、その誰かに自分はなりたいということでした。
安倍総理が今回 TPP の交渉参加決断をされたというのはまさにこういう思いであると思います。何としても交渉に参加を決断されたからにはぜひしっかりとした果実を勝ち取っていかなければいけない。それが日本にとっての果実のみならず国際社会、地球社会にとってのプラスにつながっていく、まあ、こういったものでなくてはいけないと思います。このことに関して、まあ、一言総理の決意をお伺いをしたいと思います。安倍内閣総理大臣、まあ、こうした、多くの国が入る、マルチの、まあ、経済圏を作っていくという中における、まあ、交渉についてはですね、もちろん国益を守っていくということも、まあ、そうでありますが、基本的には、自由な貿易環境を作っていく、開放経済を進めていくことにおいてはですね、それぞれの、まあ、国々が利益を得る、そういうものでなければならないと。一つの国が多くの利益を得てですね、一つの国がいわば貧困になってしまうと、こういうルールであってはならないわけでありますし、こういういわば経済圏であっては将来に望みがないんだろうと、そういうことも当然念頭に置きながら志の高いルール作りをしていく必要があるだろうとこう考えています。坂口直人君、終わります。ありがとうございました。